い、ここ伊万里湾大橋ですね。いや今日はまあね、若干天気良かったんで、すごい綺麗ですね、やっぱり。なんですね、伊万里の方って。はい、終わりました。お疲れ様です。1便目終了です。さてね、2便目積みに帰りましょう。次はね、ずっと佐賀から、八女に向かって、久留米か、久留米に向かって下っていくような感じになりますね。先ほどね、クラクション鳴らされたんだけど、知り合いだったかな、どうなんだろうな。もうギリギリでね、もうこの辺だったからね、誰か分かんなかったんですけど、うん、もしかすると視聴者さんだったら嬉しいな視聴者さんだったら嬉しいなと思いますけど、ね、たまに勘違いっていうことがね、よくありますんでその時めっちゃ恥ずかしいんでねなあ、それでは、今からね、また2便目積みに帰りたいと思います。よいしょ、あ、どこしょう、よこしょう。さて、2便目の荷積み終わりましたんで、今から向かいたいと思います。もう量はね、一軒一軒そうでもないんで、サクサクっと終わっていくと思いますんで、最後は広川になりますね。広川で、今日の、配達終わりになります。美味しい。これマジうまいよね。これうまいよね。これだけでも買いたい。売ってなかったっけ？買いたいな。買ってみよう。新宿の中とかに売ってなかったっけ？これ別売りじゃないですか。売れますか？うまいね。ラーメン白はどちらですか？白はどちらですか？味噌の赤ですね。はい、わかりました。柔らかいね、じゃすいません。
替え玉一ついいですか。はい、普通ので、普通ので、はい、あのニンニクの醤油漬けって別売りとかありますか。はい、あれはないです。ないですか。あれうまいですね。あの手間かる今店内で、はい、なくなるのが結構早いんですね。まだ間に合って、でもその余裕で言ったら別で売ることもあるかもしれないです。わかりました。はい、なら満腹。美味しかったね。美味しかった。別売りはしてなかったみたいやね。うん、それではなら今日の動画は以上です。はい、皆さんバイバーイ。
ストレッチいっぱいになっちゃう。